シュシュシュですね、最近大阪への公演遠征も決まってるわけなんですけども、シシシ初大阪じゃないですか。大阪に行ってさ、せっかくだったらさ YouTube の企画とか撮りたいよねって話やりたい、マジでやりたい。面白いよ関西勢は、いやこういうところでちょっとやったらおもろいんちゃうみたいなないかな。だから亮太家帰ったらメンバー全員俺ドッキリやしかも言っちゃうのほんまにやマジションやんか。あれやりましょうよ、あのみんなの両親だけでファイブボンバーやる。そんなね、ライブ続きでね、ちょっとあの、はい、喉がガサガサしてるメンバーが多い。いや、ほんまにでもそう、ここ 100% じゃない、みんな、うん、ほんまにそう、喉をちょっと酷使してる僕たちが、やっぱり体の喉も癒していかなきゃいけないということで、ね、今回はこんな企画を用意しました。おい、ファイブボンバーゲーム。いや、長前振り、多いお前よ、長っ。いや、CCC の今のスケジュール感と、そしてライブ続きですよね。で、大阪楽しみもありますよね。で、今疲れてるでしょ、癒してほしいんでしょ、じゃあファイブボンバーでしょ。ちゃ追い込むやん、気持ちいい。癒させてください、はい、というわけでですね、初めてファイブボンバーゲームを見る方にも簡単に説明していきたいと思うんですけれども、はい、〇〇がつく言葉5つ答えようって言って、制限時間1分以内に、5つ答えられるか、はい、で、そのが答えられて爆弾が降ってきて爆発しちゃうよみたいなね、あのネプリーグという番組でやられている企画なんですけれども、はい、僕たちはですね、それを歌に変換しまして、はい、〇〇というワードが入る曲を、制限時間1分以内に5曲歌い切ることができるのかというチャレンジ企画でございます。はい、というわけでね、本日は、どんな、歌が飛び出るのか皆さん楽しみにしていてください。それではやってみましょう。 It's Showtime。 はい、というわけで早速第1問目からいってみたいと思います。はい、今回は一度やったんですけどアニソン縛りでいきたいと思います。おー、はい、それでは早速1問目お願いいたします。よいしょ。ドラえもんの主題歌5曲歌え。よーい、ストップ。ファインプレーいきます。虹を結んで空のリボン、おっしゃ。あんあんあん、とても大好きドラえもん。しゃらくねえかな。ごめん。シャラララララ、僕の心にいつまでも輝く夢。あとに頼むよ。そばにいたいよ、君のためにできることが。いけるよ、あと1個でいいねん。あるって、あるじゃん、あるじゃん。いける、あんなこと、あんなこと。そう、これ言った、言った、言った。あ、そうしよう、そうしよう。じゃあ、それいいよ。いける、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 あと10秒、10秒、今日8、7、いける、いける。もう1個、ドラえもん残したつもり、俺は。いけるって、いける、いける、2、1、いやあれやん、あれがパケコプト。それあん、あん、あんや。そう、ずっとそれ、ずっとそれやそれのいろんなとこ続けるからこれじゃあちょっとさ、みんなでせーので歌ってさ。あーそうしよう、マジそうしよう、俺ごっこにしよう。せーの、一生そばにいるから、一生そばにいて。ドラえもんなんや、それ。俺らね、虹だったもんね。そうそう、ここ虹ね。何で、ほん、ドラえもん、あるある、これもあるよね。でもなんか、なんか俺は今アニメになった瞬間マジで自信なかったもん、全然。でも、うん、筋肉マン顔だよ。誰が筋肉マン顔やねん。弱っ弱いな、すごいな。次の問題お願いします。アニメ劇場版の主題歌、あ、映画のがめっちゃある。5曲歌え、よーい、ストップ。あ、何のアニメでもいいの？映画になったアニメの、その映画の主題歌だったよ。君と同じ未来をずっと一緒に見ていたい。いや、何しようかな。ちょっと残して、あれだけ残しておいた。いや、いけるよ。バーボバーボ、おいらたちまるでさやえんと。じゃあ、まあ定番のやつもね。僕たちは燃え盛る旅の途中で出会い。はい、じゃあ、これにしよう。あ、憧れのポケモンマスターに。そう、それ劇場版なの。劇場版でも出てんね。ニュースは逆襲。なんかこすいな。なんかすごい。いやいや、なんかちょっとこすい。そうそう、こすい。ちょっとこすい。ちょっとこすい。こすいって何？そ
それはすごい。いやいやテレビでもやってる方言ったらアバンション。それはそうでしょ。ザワみたいな。あ、だって俺これしか、待って、そうだよ、ミュウツーの逆襲。でも普通初期のさ、初期の主題歌。いやいや、あった、あったよ。歌ってみんや、じゃあ。今僕の中にある言葉のかけら。さっきのドラえもんで歌えるやん。俺ドラえもんで歌えるやん。そうやん、俺一番思ってるし。スカッチバット入ってる。してんねん、さっきのドラえもんいけたよって。それいけて。オッケー、それでは次の問題いってみたいと思います。ディズニー映画の曲5曲歌え、よーい、ストップ。いや絶対いかれる、これ絶対それ。ディズニー映画って歌あるか。いや、有名なやつでいい、有名なやつでいい。有名なやつって何、有名なやつって何、有名なやつって何。うわ、やつ待って、やばい。ディズニー映画の歌って何。モンスターズインクに主題歌あった、トイストーリーに主題歌あった、ファインディングニューに主題歌ある。そのままいけ、そのままいけ、そのままいろいろ見ていた。あれ、雪のみたいな、雪のやつ、あれ、なんで、ありのままの。ごめん、俺もそれしかなかった。雪だるま作ろう、ドアを開けて。いや、どうしたの、何が。あ、諦めないでよ、どんなことがあったとしても。あ、知ってる、それ。あ、あと10秒、あと10秒、あと10秒、ありがとう。アローニューは、はい、いける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 。 You got a friend of me。 もっとなんだろう、有名なやつ。モンスターズインクの主題歌ある？ Under the Sea。 そう、Under the Sea とか。え、なんかあるの。まあでもね、一応クリアですよ。まあ、クリアですよ。いい感じだったよ。いい、クリアなんですか。一回セクシーしようか。というわけで、じゃあセクシーしたということで、この並びでいってみたいと思います。じゃあ、これ。それでは次の問題、お願いします。銀魂の主題歌。5曲歌え。よーと。ヘイヘイ、答えて、誰かいませんか、ずっと探しても。いや、これみんな知ってるかな。私の世界に麗しい景色。はい、ウォーアイですね。俺一個上げしてんねん。どうにも正義が騒ぎ出す。イエーキレキが魂火を灯して。そうなの、そんなもん。ちょっと待って、ま、あ、行ったれ、行け、マジで。今言ってきた4も 1ミリもあーってなるから1曲もしたもん。あ、そうなの、だからもうボン構えたかと思って、なんか恐怖すら感じてるよ俺、すごいな、ごめんな。それでいいよ、マジごめんな、マジごめんな、ほんまに。さあ、それでは次の問題お願いいたします。ブリーチの主題歌きた、5曲歌え。あらららららら、ストップ。これ、あ、それブリーチやったんやけ、多いよブリーチ。かいいける、え、結構出てる。まだこれがあるか、いけるよ。そうよ、千の夜を越えて、これや、あ、いいね、はい、やばい、ほんまに。これ映画でもいい、いいよ、いいよね。今宵月はどこを照らすの、熱い雲に。そうなの、そうなの。いや、そういうの多いよな、ブリーチマジで。あ、マジで。おいおい、何ぼーっとしてんの、ハイボン間違えたの。そんなやつおるか。さっき同じことやってたんで知らん。あ、見上げた夜空の星たちの光、折れた淡い翼。ラスト、かませ。こっち何だっけ、ごめん。あ、夢にまで見たような世界はやだ。どうした、危ない、危ない、危ない、どうした、どうした、
飛んだ、返し飛んだ、なんか、バリーを有効にしたほんまに飛んだ、ごめん、あ、いけた、セーフ、ごめん、セーフ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 、それでは、なんだよアニメ、本日ラスト問題、はい、お願いします。女の子が主人公のアニメ主題歌、いけるよ、ゴチャクータイ、よーい、これ意外とある。じゃあもう頼むわ。あ、オッケー、信じていくわ。いらんねん、そのくだり。最後、早歌い。早歌い。プリキュア、プリキュア。キュア、えい、じゃあ、やっぱね、これ世代交代されたということで。月の光に導かれ。いや、絶対そうやん。絶対それやん。女の子、女の子。まだあるよ。まだある。いけいけガーコちゃーん、チャイナかな、チャイナかな、チャイナかな、 NHK のヒロインね、メッセやろ、メッセ歩かれた日のこと、おいー、まとめに愉快な、おいー、ファインプレー、ドキドキドンドン、不思議な力がライトラトーシーオン、どうしたねー。動画ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。僕たちは東京ドーム目指して日々活動しています。応援よろしくお願いします。それでは皆さん、また次の動画でお会いいたしましょう。 It's Showtime。 いいね、声沸騰。お邪魔状、魔法道じゃなかったもんね。お邪魔状、ドレミやらしてもらってます。シャカテンちゃんと行くな、ドレミやらしてもらってます。じゃあ